カートリッジ式のバッテリーがガチャンと刺さり光りますと。成田オートです。ミルウォーキーさんの電動工具めちゃくちゃ愛用しておりますっていうのをね言ってるんですけど、このですねバッテリー、このバッテリーで光るライトがあります。このラインナップがミルウォーキーさん面白いんですよ。これらミルウォーキーさんのバッテリーを電源とするライト類、これがですね整備の現場にめちゃくちゃ使えるので、この動画ではそれをもう押しまくっていきます。1つ目、今ですね自分を照らしてもらっているこれで2つ買ってあるんですけどね、このスタンドライト、これがですね僕はね自撮りで自分を照らして買ったんですけどね、これコードレスのライトです。こうやって別にね電動工具から外す必要ないですよ、別にバッテリー他に用意すれば、まあ、これはねこうやって共通のバッテリーですよっていうのをアピールしたいだけです。ここにつけてあげるとこれが光ります。でこのスタンドライトですね、まずめちゃくちゃ軽いです。あのね僕その筋肉ないですよ、最近筋トレやってますけど、これがワンタッチ、ここのつまみをワンタッチするとここが三脚になります。でにょーんと伸びてこうやって使えると。この辺のね高さはね自由度はないです、3段階ぐらいかな、こんな感じで。まあこの辺微調整して使うようなシーンっていうのはそうそうないので、ここはね機能制限がありますけど気にならないと思います。これがですね夜の出張修理とかで、出張修理いやレッカー作業とかで使えるって言って購入されている方、同業者さんいますし、自分の場合はタイヤハウスって結構暗いんですよね。タイヤハウスを照らす用として後ろからですね、自分の後ろから照らしてブレーキ周りのメンテナンスをする時によく使ってます。やっぱね上からのね照明の明かりのせいでタイヤハウスって影になるんで、すごくね作業しづらい、夜とか結構作業してるんですよ自分は。なんでそういう時にこのライトめちゃくちゃいいです。何よりこのね軽くてねコードレス、もうね配線に悩まされない、しかも電源がバッテリーなので、暗くなってきたなとかなったらこれをすぐ他のバッテリーと差し替えるだけ、これでまた復活するんで。最近のライトってだいたいねバッテリー一体型のライトが主流だと思うんですよね。だけどあれって電気がなくなっちゃうと充電しなきゃいけないで、自分ねよく使うやつはなるべく2個持ってるんですよ、ライトは。なのでそいつが電池が光がね暗くなってきたらすぐ入れ替えるっていう風に使ってるんですけど、これだったら本体を充電ゾーンに持っていく必要はなく、このカートリッジ式バッテリーを差し替えるだけで OK と、すげえ魅力的だなと思うんですよ。こいつこのねスタンドライトめちゃくちゃおすすめ。 あと2つ紹介していきます。これはですね自分の顔面の経年劣化をカバーするために自撮りライトとしてここに使って照らしてもらいます。あ、下がってきた。で次がこっちにしよう、あ、こっちにしよう。こちらこれねスナップオンにもこういうのあります。フードライトなんだかな、ボンネットに引っ掛けてエンジンルームを照らすやつですね。ちょっと名称を忘れちゃった、なんだったかな、アンダーフードライトだ。これがこっちも伸びるし
こっちも伸びる、こういう感じですね。でボンネットに引っ掛ける。でこの部分、この部分はちょっと柔らかいゴム質な感じになっているので、ボンネットを傷つけにくくなってはおります。ただ結構引っかかるとかそういうわけでもなく、必ずしも傷つけないっていう保証はないので、気にする方は養生とかはした方がいいかもしれないです。そしてこいつ、このカートリッジ式のバッテリーがガチャンと刺さり光りますと。でこうやってエンジンルームを照らしてくれる。これ外せます。外して使うシーンは僕はないなとは思ってるんですけど、自分の場合はよいしょ、なんかね中二病心がくすぐられる形状ですね、この感じ。はい、ここがちょっと引っ掛けられるようになってるので、縦に使いたいっていう時はこういう使い方もできるんじゃないかなと思います。ちょっとねビッツでやろうかと思ったんですけど、ボンネットの形状があんま良くなかったので、まあちょっとで、ね、実演はやめときます。ボンネットの形状につけれるつけれないが結構左右されるので、ビッツは別に普通につけれるんですけど結構下の方になっちゃうんですよね。あのボンネットが狭いやつには向かないです。広いやつ、昔のドリシャシルビアスカイライン、ボンネットがでかくて長いやつにはものすごい効果っていうかね、あの威力を発揮する、アンダーフードライトですね。この辺ね、あのオンラインショップ見てもらえば分かると思うんですけど、なんでそんなに安いのっていうぐらい安いんですよ。ミルウォーキーさんものすごいお手頃なので、バシバシ買える、バシバシ買えるので、一通りあの整備性の向上はやっぱりお客さんのためにもなるので買わせていただきました。そしてこれはちょっと実演していこうと思います。これ何だったかな、アンダーかテロップ流れます。こちらこれもね、なんかあもうバッテリーついてた。これもなんかね、なんかカッコつけられるライトでいいんですよね。ここが磁石になっていて、こういう風にくるっと回転してこうやっていろいろ照らせるんですよ。これねリフトした用に持ってこいです。ちょっとねリフトしたを撮影してみたいと思います。リフト下に来ました。うちの四中ライトがあるのでそこまで使うシーンないかなと思ったんですけど、このライトの届かない範囲、こっから向こう、こっから向こうとか、あの奥の方とかやっぱ全然見えないんですよ。なのでそういう時にあれが効果を発揮すると思うんですけど、とりあえずね今回はあの実演なのでこのライトは消していきます。はい、暗くなりました。リフトしたってね、やっぱ、まあ、昼間だったらまだ明るいと思うんですけど、あの夜の作業となるとやっぱ結構ライトが装着されてないと結構暗いですよね。なのでこいつ、ここが磁石なので、これでこのねフレキシブルアームが結構ねこの関節ががっちりしてるんですよ。がっちりしてこう回転する、この辺が全部あの任意の位置で止まるようになってます。そしてこう、これであのピンポイントで照らしたいところをあの狙っていけると、ほうほうと、こういう感じですね。でこう上を見ながら作業ができる、こういう風なね便利なツールになっております。でさらにこういうね、まあ、ソケットなり、ここに今ね 真横向けてます。ここもあのアームの部分が、アームの面の部分があのちょっとね軽めの磁力弱めの磁石になってます。ここにあのボルトとか、まあ、ちょっとした工具をくっつけておけるので、まあ、ちょっとした物置として使えるっていうのもねこれの面白いところですね。こういう感じでいろんな使い方がこういう感じでもできる、結構ね応用が効くライトですね。よいしょ、では向こうに戻ります。とりあえず買ってあるのがこの3種類のライトなんですけど、まだまだ他にもこの M12 シリーズのバッテリーで使えるライトはあのまだ他にもね
結構なラインナップもありますし、これからもね、あの種類がどんどん増えていくと思います。まあ、さらにこっから増えると思うとね、ワクワクしちゃいますんでね。あとね、2、3個も買う予定まあ、まだ買うんですけど、買う予定にはなってますんで、また増えたらね紹介していきたいと思います。でとにかくね、コードレスで、あの明るいで、明るさにもですねこだわりがあるんですよ。この色ですね、これ先に説明すればよかった。あのこのライトってあの白い LED じゃなくて若干黄色みがあるんですよ。あの見てる方なんかね、真っ白にはなってないと思うんですけど、そのねモニターの画面で見てますよね、真っ白にはなってないと思うんですけど、ちょっとね黄色みをつけて太陽光に近づけるっていう工夫をされているそうです。自分の工場もそうなんですけど、オール LED にしたんですね、照明を。そうすると結構ね、全部ね普通の真っ白なやつにしたんですよ。やっぱりね、白いライト光よりは黄色いライトの方が疲れにくい気がします。事務所の中で白いライトだけだとそれはめちゃくちゃ疲れたんですよ、事務所の中では。なので黄色いライトを足して太陽光っぽく、あの事務所の雰囲気が太陽光っぽくなるようにしたりして、気持ちよくずっと作業ができるんですよ。なのでこの黄色いライトっていうのはこのミルウォーキーさんのねポイントなんですよ。黄色いライト、黄色って言っちゃう太陽光、細かい作業者のための細かい配慮もありますので、これら電動工具だけで終わるっていうのはね絶対にもったいないので、ぜひなんか一つ購入されたんだったらライト関係もですね、一通り見てみてください。おすすめです。以上、ミルウォーキーのライトおすすめ動画でした。ご視聴ありがとうございました。ピンマイクがジャケットに当たってしまう位置だったので、結構ガサガサノイズが入ってしまいました。すいません。まあ、取り直すのがめんどくさかったので、そのまま上げちゃいました。